日投稿アイドルフルーツポンチのゆめかちほん、ひーちゃん、ぽん。本日の企画はみんなでお酒を飲むという企画中に未成年のウユにお酒を勧めたらどんなリアクションをするのかドッキリ。ということで、はい、お酒を用意しました。じゃーん。ひーちゃんとね買いに行ってきました。あ、私たちは、ま、成人組がここ、そう、2人しかいないのだけなんで、まだ1回もメンバーでお酒を飲んだことがなくてですね、まあ、ここでなんですけどなくて、まあ、なんでちょっと企画にしちゃおうということで、うちらが飲んでいて美味しいよみたいな感じで上に進めたら、そうそう、ゆうはどういう反応するのか見ていきたいなと思います。飲んじゃったらどうする？いや、やばいよね止めるしかないよね飲んじゃ、無償だったら止めてもらう、うん、それを止めるしかない。そうだね、まあ、ゆめこも未成年なので、はい、私はお菓子担当なんで、お菓子担当なんで、お土産担当なんです、今そうですね、お菓子担当。では、ゆうが来るのを待ちたいと思います。はい、ということで逆ドッキリでーす。ということで今回はですね、ゆうたんの仕掛け人でございますね。はい、先ほどはお酒を勧めていくと言ったんですが、今回私がですね、こちらのほろ酔いのデカビタージを飲みながらですね、コップに移して飲んでいきます。で、これを実際こちらのジュースの方のデカビタとすり替えて飲んで、私のコップをですね、ゆうたんに渡して飲ませていきたいと思います。はい、どんなリアクションするか。焦るよね、絶対焦る。それは焦るよ、うん、いや、焦ってくれると困るんだけどそうそう、止めるのかとかね。楽しみですね。楽しみです。それではやっていこう。シャーシャーです。何したか、アイドルフルーツポンチのウユ、ゆめか、シホン、ひーちゃん、ポン。今日はですね、みんなで初めてお酒を飲んでいきたいと思います。やったー。みんなでというか、私とひーちゃんと飲めないんですけどゆめちとウユタンは飲めます。未成年だね。お茶です。コーラです。はい、いただきます。いただきます。いただきます。召し上がれ。召し上がれ。ひーちゃんどっちがいいですか。開けます。どっちしようかな。でも今だけだから、この白ぶどうの時期多分そうですね。お、今だけだから見たとこで飲めないんですけどそうね、じゃあ2人が飲み合うとこ見ていただいて、はい、最後にまでかぶたにします。やっぱ1ヶ月記念。あ、いきますか。ちょっと過ぎたけど、結構過ぎたけど。レナレナ、画面の前で。レナの分、黄色ね。いや、レナ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 。いや、理解している、理解している。あ、じゃあこのお水で。レナ、レナの分ね。はい。はい。フルポン1ヶ月、おめでとう。おめでとう。バーイ。いただきます。結構過ぎてるよ。うん。うん。おいしい？おいしい？めっちゃおいしい。おいしい、おいしい。甘い。お酒ってどういうの？甘いの？うん。甘い。甘い。ないんだ。お酒興味ありますか？え、飲みたい。飲みたい。なんか飲みたいっていうか、あれかな、いずれ自分が酔った時ってどんな感じなのかなとか、自分酔いやすいのかなとか普通に気になる。あ、ありますか？誕生日迎えたらお祝いしてよ。確かに、もう3人でね、企画しよう。企画したいしたい。イエーイ、イエーイ。その後だって例なんでね、まだまだだし、1年もあるもんね。とりあえず3人って感じで。おいしい、ポップコーン。うん、おいしい。うまーい。飲んでみる？甘いよ。じゃあ9ヶ月なんで待ってください。ひーちゃんお酒普段飲むぐらい？え、そんな飲まない。本当に？そうなんだ。うちなんか酔ってなくても、なんかお酒入れたらすぐ赤くなっちゃう人。え、楽しみ。自分がどんなタイプなのか。うん、自分それが気になるから飲みたい。そうなんよね。これはそうだよね、気になる。めっちゃ、うん、めっちゃ美味しいよ。飲む？え、飲む？え、全然いいよ。本当？うん、じゃあカットすればいいね。え、ないと思う。動画使う。未成年だよまあ飲んじゃう。ね、いいよね。だよね。ちょっといいよね。うん、え、本当なの？嘘でしょ。なんで？冗談で。え、なんだ？え、美味しい？え、ちょっとペロって飲む。美味しいよね。え、ちょっと。大丈夫。切ればいいから。切ればいいからさ。マジか。ちょ。嘘だって。新種の。嘘だ。気になるんだもん。ねえ、ちょっとダメだってマジで本当に。吐き出して吐き出して。危なかった。水水水水水。美味しい？うん、美味しい。これ美味しいね。ほら、ひーちゃんより顔赤くないし。そうだけどね。そうなんだけど。まあまあまあ、全然余裕じゃない。カツオ酒？
おー、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 おわかんないです。だから未成年、なんで未成年がダメかっていう問題です。そもそも最長期だから。きっと、そう、だから、その通り、その通り、はい、その通りです。なんで飲んだ、なんで飲んだ。もう、もう身長止まってるし。そんなにないのよ。次は二十歳になってから。じゃあ、まあ、ウタはコーラにしようかね。うん、じゃあ、ひーちゃんと一気飲みする。うん、全然いいから。そうそうそう、コーラだったらいいから。うん、じゃあ、みんな、みんな目つぶって、うん、ほら、全部一気飲みしようよ。いや、私結構入ってる。いいじゃん、ほうじ茶だから大丈夫。ほうじ茶全然入ってる。みんなコップ入れる、コップ入れる。じゃあ乾杯。乾杯。ねえ、だからダメってば。ねえ、ほんとにねえ、うぅぅぅぅぅねえ、しんちゃん止めないの。え、でも言うな、こういう気づかなんだよ、いいじゃん。ということで、本日の企画はギャグドッキー。ということですね、こちらお酒ではございません。ああ。じゃあですね、お酒ではございません。何何何何何何何これこちらはですね、デカビタでございます。嘘でしょ。待って。入れ替えておりまして、ね、みんなが盛り上がってるスピーチ。わかりやすい。全然気づかない。綺麗に炭酸消えてるもん。デカビタもね、ちょっと色が違って若干焦ったんですけど。わかんない。わかんないよ。でもバレなくて。わからない。わからなかった。けどこちらがテカビタ、ウユが飲んでたもの、こちらが私が飲んでたシュアビタサワーでございます。え、全然色違うね。気づかなかったけど、見たら違うよね、うん、炭酸の量も違うしさ、色も違う、透明度とかも違うからさ、うん、気づかないもん。でも全然気にしてなかった。私も両方飲んだけど味が全然違ったんだ。味違うんだよ、やっぱ。なんか面白くなっててさ、めっちゃ笑っちゃったから飲みづらくて、めっちゃしっかり止められるから全然飲めなくて。それ止めるわ。うん、検証のつもりだったんマジで。そう、そうだね、まあみんな成人したらね、だんだん順番にお酒飲んでいきたいと思いますので、うん、それまでお酒企画はお待ちください。待ってて、ね、はい、5年後まで押しててください。では本日の LINE キーワードをゆめかお願いします。私ひーちゃんやっぱ赤いな。そんなに赤い。赤いよ、うん、赤い。じゃあ赤いひーちゃんで、赤いひーちゃん赤いが赤漢字で、全部ひらがな残り、はい、で、はい、お願いします。赤いひーちゃんぜひ LINE に送ってください。お願いします。お願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。明日の動画を見てください。バイバーイ。フルポンアイドル堂、これはオーディションをきっかけに結成され、 YouTuber として始動した女子グループフルーツポンチのアイドル活動をゼロから追いかける番組。2年以内に武道館に立ちたいという彼女たちの夢、その第一歩ともなる今日は初のダンスレッスン。緊張した表情でスタジオに集まるフルポンメンバー。でピンクポップのちょっとイントロ部分をみんなにやってもらって、どんな感じにみんなが踊れるのかなっていうのを見てみたいので、こういう動き、自信なさげにしなさんな。間違ってみたら大きいかも。